造影剤オムニスキャンの容器 MRI 造影剤は MRI における体内構造の可視性を向上するために使われる造影剤。コントラストの強調にはガドリニウムという化合物が最も一般的に使われる。この MRI 造影剤は蛍光投与もしくは静脈投与により体組織内の核の緩和時間を短縮する。MRI のスキャナの中では体の 各部位が非常に強い磁場にさらされ、主に組織内の水の水素原子核が磁場方向に分極される。水素原子核により生成された磁化は、スピン変極を検出する受信コイル方向に傾ける強力な高周波パルスが印加される。各スピンの共鳴周波数と一致するランダムな分子、回転振動により印加事情に沿って、消味磁化を平行状態へ戻す緩和機構が与えられる。 受信側で検出するスピン変極値を用いて MR 画像を作るが、これは T1 緩和時間と呼ぶ特有の時定数で減衰する。水のプロトンは異なる組織ごとに異なる T1 値を持ち、これが MR 画像におけるコントラストの主な要因である。通常、造影剤は周辺の水のプロトンの T1 値短縮を起こすが延長により、 画像内のコントラストに干渉するものもある。臨床に使われるほとんどの MRI 造影剤は周辺の造影剤との相互作用を介して組織内のプロトンの T1 緩和時間を短縮することにより作用している。造影剤中の強い常時性状態である金属イオンの熱運動は振動事情を生成し誘導分極の減衰率を高める緩和機構を与える。 検査対象の組織の空間領域にわたる、この辺局の系統的サンプリングを基本要素とし、画像を構成する。MRI 造影剤はその時注目する対象に、応じて血流への注入もしくは傾向で投与することができる。傾向投与は、消化管のスキャンに向き、血管内投与は、その他の組織のスキャンに有用であることがわかっている。2タイプの造影剤には常に、 バラエティが登場し、スキャンを向上させている。MRI 造影剤は次に挙げる方法で、分類される。科学蘇生等余計路ジキ的特性画像における、効果金属原子の存在及び、性質体内分布及び適応性細胞外液剤、血液プール造影剤臓器特異的造影剤、能動的ターゲッティング、細胞標識造影剤応答造影剤 PH、 感受造影剤造影剤の画像への影響、脳卒中後の血液脳関門の欠損を示す MRI 画像の T1 強調。左、造影剤投与なし、右、投与あり MRI 造影剤に含まれるガドリニウムは略してガドとも呼び、マラにおける血管の強調、血液脳関門の悪化による脳腫瘍の強調に最も一般的に使われる。 大動脈やその枝の太い血管に対しては GD の投与量は体重 1kg あたり0 1ミリモルと定量であるが細い血管系の場合はそれよりも高い濃度で使われることがある GD キレートは浸水性であるため正常な血液脳関門は通過しないよってこれらは損傷した血液脳関門から GD が漏れ出す病変及び 主要の強調に有用である。体の他の部位では、GD は当初は循環系に残存し、その後は間質空に分布もしくは腎臓により排出される。体の部位別の種類 GD 造影剤は次のように分けられる。以下、丸括弧内は製品名。細胞外液造影剤血液プール造影剤、簡単道造影剤人の使用が認められた。 造影剤2018年7月現在、9種類のガドリニウムを含む造影剤が様々な地域で販売されている。欧州医薬品庁により、以下の GD キレート造影剤が承認された。アメリカ食品医薬品局により、以下の GD キレート造影剤が承認された。ガドリニウム造影剤の安全性アナフィラキシー、反応は稀であり。 およそ0.030.1%の確率で起こる。ガドリニウム造影剤は他の造影剤と比較すると安全であるとみなされて、北たがリスクを指摘する研究結果も存在する。動物においては有利 GD イオンは100、2 0 0ログラムで半数致死量を示すが、キレート化することにより、半数致死量は100倍と要素化 X 線造影剤。 化合物と同じくらいになる。MRI 造影に使う GD キレートのキャリア分子は大感情か直線構造か、また異音性階中により分類できる。感情異音性 GD 化合物は GD イオンが放出される可能性が最も低いと考えられるため、最も安全である。ガドリニウムは複数回の MRI 後、たとえ長期間経ても体内に残ることがわかっている。 ガドリニウム増影剤が人体に有害である調査は発表されていないものの、これらの残存により健康被害に結びつくかどうかは未知数である。FDA はガドリニウム増影剤の複数回使用に関しては必要な情報を得た会で制限するように意思に求めている。増影剤に含まれるガドリニウムへの暴露後の脳や他の組織における残存のエビデンスが重なると、 欧州医薬品庁による安全審査につながった。直接、人機能が正常な患者の健康被害にはつながらない。ものの、ガドリニウムが低い結合親和性を有すると示される、洗浄型キレート造影剤の静脈内投与による危険性を根拠に、すべての洗浄型 GD キレート造影剤に関する市場認可が変更された。アメリカ合衆国では、この研究により、 FDA がすべてのガドリニウム増影剤に対する警告クラスを修正した。ガドリニウム増影剤はその残存を慎重に検討し、使用を決定するよう推奨している。生涯にわたり複数回の投与が必要な患者、妊娠中や小児の患者、炎症性疾患のある患者には特に注意が払われている。グブカ画像検査という特に間隔の狭い。 MRI 検査の繰り返しは可能であれば、最小限にとどめ、しかしながら必要な場合は回避したり延期したりしては、ならない。ガドリニウム造影剤の副作用 CT などに、用いられている用度造影剤と比較して、ガドリニウム造影剤は安全性が高く、重篤な副作用は、稀と言って良いが、即時型副作用が皆無であるわけではない。気分が悪くなったり、軽度の人マシンや、 かゆみなどを感じる場合がある。2011年9月観光の情報では、以下のように解説されている副作用が発生した場合の処置は、一般的な薬物等によるアナフィラキシー様反応の処置に準じる。腎臓病患者の GD キレートの使用は、稀ではあるが重篤な合併症として、腎性全身性繊維症が3 0ミリリッ n u t 1.73平方メートル以下の場合には、 投与できない。この全身性の疾患は、急心性無沈沈着症や、ある程度は、強皮症に似ている。造影剤注射後、数ヶ月を経て発症した例もある。腎機能の低下した患者は、NSF のリスクが高く、さらに透析患者はよりリスクが高い。現在、NSF は4種類のガドリニウムを含む、MRI 造影剤の使用と関連がある。 2009年11月、風は、高リスクのガドリニウム含誘造影剤は重度の、腎臓の問題を抱えたり、肝臓移植の予定もしくは最近受けた、患者、4週までの新生児では近忌とすると述べ、いくつかのガドリニウム造影剤の使用制限を発表した。2種類の酸化鉄造影剤すなわち、超常時性酸化鉄及び、超小型超常時性酸化鉄が存在する。 このタイプの造影剤は酸化鉄ナノ粒子の見学コロイドからなり、画像撮影中に注入すると吸収した組織の T に信号を減少させる。スプオとユスピオ造影剤は肝臓使用強調においていくつかの成功事例がある。超常磁性鉄プラチナ粒子は MRI 造影剤として申請があり、一般的な酸化鉄ナノ粒子に比べ T に緩和能が大幅に向上している。 チップスを臨時室でカプセル化し、人前立腺がん細胞をターゲットとする多機能、シップステルス免疫ミセルを作成した。しかし、これらはまだ人では試験されていない知見薬である。近年の研究において多機能、シップミセルが合成され、前立腺特異的膜抗原に対するタンクローン抗体に結合された。複合体はインビトロで、 人前立腺癌細胞を特異的にターゲットとし、これらの結果はチップが将来的に主要特異的増栄剤としての役割を果たす可能性を示唆している。他のよく研究されている酸化鉄ベースのナノ粒子と異なり、マンガンベースのナノ粒子に関する研究は比較的初期段階にある。MNDPDP のようなマンガンキレートは T1 信号を強調し、 肝病変の検出に使われている。このキレートは、生体内で、マンガンと DPDP DP に乖離し、前者は細胞内に吸収され単純中に排泄され、後者は腎臓ろ化により取り除かれる。マンイオン4はしばしば動物試験において、造影剤として用い、通常、メムリーと呼ばれる。MN2 が CA2 チャンネルを通って細胞に入ることができるため、 機能的能画像撮影に使われる。多種多様な蛍光造影剤は消化管の画像を向上させる。これにはガドリニウムやマンガンのキレイと T1 信号強調の鉄塩も含まれる。スプを硫酸バリウム、空気や粘土が T2 信号の低下に使われてきた。ブルーベリーや緑茶などのマンガン濃度の高い天然、モノも,も T1 値によるコントラスト強調に使われる。 パワフルオロカーボンの一種であるパワフルウブロンは、小児画像撮影用の、胃腸 MRI 造影剤として使われてきた。この造影剤は、体構内の水素イオンの数を減らし画像上で暗く、見えるようにする。より最近の研究では、いくつかのアミノ酸が、ガドリニウムに結合できることに基づき、タンパク質ベースの造影剤の可能性が示唆されている。ありがとうございます。